おはようございます。2023年4月30日日曜日午前9時26分を回りました。今日はね、少し、遅めの音声コンテンツの配信でございます。今日の宮崎市、今のところね、雨が上がってるんですけど、天気予報ではまだこれからも雨が降りますという予報で、お昼、正午から曇りに変わりますという天気ですね。晴れになるのは夜の8時ぐらいから晴れになりますと。明日は1日晴れの天気予報で、明日はね、最高気温26度、夏日になりそうですね。はい、皆さんがお住まいの地域はどうでしょうか。今日はゴールデンウィーク2日目、日曜日でございますが、皆さん、どのようなご予定がございますか。私はね、相も変わらず、動画作りをね、やっていこうかなと思っているところでございます。まあね、今のところね、今日はね、特になんか大きなイベントがありますっていうこともないので、はい、ゆっくりのんびりとね、家で過ごしたいと思っているところでございます。まあね、ゴールデンウィーク、毎年そうなんですけれど、まあ、昔に比べると、まあ、どこにも行かなくなりましたね。まあ年を取るとね、まあ、自分の家で過ごすのがいいなとか、まあ、体力もね、落ちてきてますんで、あまりね、人混みが好きではないので、まあ、自分の家でね、ゆっくりと過ごしたり、ビデオとかね、映画とかを見たりっていうのがね、まあいいのかなというところですね。で、美味しいものを食べるっていうことはやってますね。昨日はね、近くの、すき家に行って、明太マヨチーズ牛丼と、シーザーサラダのセットをね、食べました。美味しかったですね。まあね、それがちょっとした、ゴールデンウィークの楽しみっていう感じなんですけれど、まあね、ゴールデンウィークの、ね、夕方に行ったんだけれど、昨日のね、夕方に行ったんだけれど、店内ガラガラ、まあ、貸し切り状態で、食べてましたけど、なんかあれですね、意外とゴールデンウィークだから、すき家とかそういうところ人が多いのかなと思ったら、意外と少なく、そのすき家がある道路の反対側、向かい側の方にスシローがあるんですが、スシローの方がね、人が多かったですね。はい、やはり皆さん行くとこ、決まってるんでしょうかね。まあ、すき家もね、その後、食べ終わったぐらいかな、私が、人が、入ってきたんで、まあ、時間帯によって、混み合う時間が違うのかな、という感じでございます。まあ、今日はね、自分の家でゆっくりと食事して、またね、ゴールデンウィーク、3日、4日、5日、6日、7日、5連休ありますんでね、またどっかに行ってね、美味しいものをね、食べたいと思ってます。この前ご紹介したかな、抹茶あずきクーラっていうのがね、シアトルズベストコーヒーで、4月27日から、販売が始まったんで、それ以外にもね、抹茶関係のドリンク、美味しいドリンクがね、たくさんあるんで、飲み比べをね、しようかなと、密かに考えているところでございます。まあね、シアトルズベストコーヒーからもらった、スタンプカードがあと1枚でね、20個、スタンプがたまります。スタンプがね、たまったら、お好きなドリンクね、1個とね、交換できるんで、あと1回、抹茶を飲んで、スタンプもらって、その次の回で、好きな、ドリンクとね、また交換をして飲みたいと思っているところでございます。まあね、そういった、楽しみ、まあ、ささやかな楽しみっていう感じかな。まあ、それはね、ございます。はい、ということでね、皆さんもね、楽しいゴールデンウィークをね、お過ごしくださいませ。また明日ね、月曜火曜と、お仕事、学校、まあ、カレンダー通りで、休めないという方もね、いらっしゃるかと思いますが、今日一日楽しくね、過ごしてください。はい、ということで、今回の音声コンテンツの配信はこの付近で終わりにしたいと思います。